はい、あのウペックスと申しまして、うん、あ、顔取られてるウペックスと言いまして、あのウルトラバイオレットイグクルーディット、あ、そういうなんかある、はい、ウルトラバイオレット、ウルトラバイオレット、バイオレット、バイオレットっていうのは日本語に直すと紫外線、うん、でイグクルーディットは除外する。それ何語ですか？これは英語です。英語なんです、ね、はい、あ、だからウベックスなんで、はい、でウベックスがなんで世界的なそのブランドとしての地位を一番最初 に、うんうん、になったかっていうと、うん、いち早く紫外線の有害性を、もともと有害性があったないっていう話は昔からあったんですけれども、うん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 、その製品として紫外線防止剤をしっかり入れたサングラスを開発というか開発して世界に、そういうことをコンセプトにして、うん、はい、名前にも社名にもなってブランド名にもなってる、はい、あ、そうなんだ。で創業が1920年、うん、もうそろそろ今年で90周年とかそのぐらいになりました。ヨーロッパの会社は本当に歴史がすごいっすよねそうですね。でだってひょっとしたらもう100年でしょ。じゃあそうですね。で元々はその創業家がウィンターっていうので、うん、まあ、ウィンターさんのメガネ屋さんだったり、うんうんうん、っていう名前だったんですけど、途中から、うん、まあ、その紫外線の有害性をカットできるグラスを作ってますよ、ゴーグルを作ってますよっていうのをアピールして、うん、ウベックスという社名に変えましたね。なるほどね。ですね。で近年はその守る、目を守るっていうところから発展して、うん、まあ、サングラスだったりゴーグルだったり、あとヘルメット、もしくはあとバイクや、うん、あとスキーとかスノーボードの時に使うプロテクターとかも開発していますね、うんうん、いや、その社名は感動しますね、うん、たまに